いつぶりかな、12月の頭に忘年会終わりで歩きながらやったぐらい以来かな。全然進んでませんよ。そういったことで今日のゲストでございます、隼人くんです。こんばんは。こんばんは。はい、ということで今日は2人でミラティブをやっていこうと思っております。よろしくお願いします。やってない割には結構強くなったと思うんだよな。1週間に3日10分程度やってたんだよね。だから仲間も4人になったし、そこそこ装備がでも良いんだよな。ということで今日は溜め込んだガチャを皆さんに見てもらえたらというふうに思っておりますよ。ハヤトくん、あれティッシュとか入った？え？あった。ハヤトくんがかさぶたを剥いで血がダクダクに出てます。アホです。アホじゃないって言わないの？はいじゃん。今日さ、メタルスライム出たよ。メタルスライム、あ、間違えた。よいしょ。てなことで、ガチャしていこうかしら。ガチャ見たい？ガチャ、うん、どうぞ。痛い？首引きあった剥がさんでええねん。まずはまず福引きを10枚、違う、福引きを1枚。ああ、鋼の鎧か。次は、はやちゃん、ジャムでさ、あ、いいや、これ、新春行こう、新春。新春10連ガチャでございます。お、金が3個、レインボーが1個、セラフィムの槍。セラフィムの槍出たよ、ハエちゃん。いや、言われても分かんない。小悪魔のネイル。お、レインボーからは氷の爪出た。ほらねえ、虹色の星が5個ついてる。強かろう。これは強かろう。これはね、武闘家の人が使えるやつ。勇者の剣があるからいいの。レインボーじゃない。でもレアモンのはず。シルバートレイ、お盆のことでしょ。星が4個もついてる。黒金の鎧下、これは強そうだ。できるのかな。もうないよな。はい、ということでございますね。これだよね、光竜の爪。星5個、虹色の星5個ですわ。これ最強でしょ。ということで装備を変えていきますよ。舞踏家のマティカ君にこれをつけましょう。
あと何やってたっけな、いいのって他に出たんだっけな。精度だったかこいつは。精度じゃない方がいいよね。じゃあこれかな、これかな、こっちの方が強いんだ。へえ、変なの。いや分からんわ。ああ、喋るの忘れてた。喋るの忘れてたね。うん。なんで喋ったらいいんだろうね。着替えてるということだけ言ってくる。そうですね。今ね、装備をね、基本弱いんですわ。だから装備を強くしようという算段でございます。でもこいつは魔法使い。魔法使いのズボンっていうのがあった。これにしようか。いいね。へそは出す。へそを出していくタイプです。ほら、へそを出していくタイプです。どういうこと？セクシーってことですね。こういうのがあるんだよ、ハヤト。知ってた？心、モンスターの心をね、装備することができるんですよ。そしたら悪者になるじゃん。違う、これを装備すると自分の経験値というか、こう、なんだろうな、スペックが高まるんです。モンスターの心になったら、あ、勇者を倒そうってなるんです。そうなんかもしれんね。実際のところ、実際のところ、ところところ。はい。ということで、まずホイミスライムのがあるので、血が止まりましたですか。カットバン取ってきます。うん、よくわからない、適当にやってます。10分経過。めっちゃ適当ですわ。ええんかなっちゅうぐらいに。
コストオーバーっていうのがな、意味がよく分かってないんですが、これなんでいっか、よくわかりませんが、これだけ前より強くなったような気がします。こいつの鎧系はどうなんだ。いや、よし、こんなにいっか。それは15分経ったら今日は切ろうと思ってますよ。あともう5分ぐらいかな。強そうや。骸骨と潜ると死んだやつ。骸骨と潜らか、そうだね。あとなんかモコモコ。モコモコさっきいたね。モコモコハンマー。モコモコハンマーね、あ、多分俺大きつしってんじゃないかな。うん、十字針だ。絆創膏十字針。さあ、あ、今ホイールスライムなかったかな。こいつ、こいつを倒してミラティを終了しようかな。はい、いません。もう猫も害悪かな。これ猫魔同士。火の魔法使うよ。案外強い。さあ、あれ弾いた。オッケー。バトルは基本的にオートバトルをしております。タタタタってなとこでしょうかね。あ、こいつも倒せそう。骸骨、骸骨、イカさん。お、15分超えた。よっしゃよっしゃ。今日はこんなところにしようかなと思ってますよ。ハヤト君は、スキャンバトラーが好きですね。うん。ねえ。そういや、これでまた、データ読んどきとさ、うっかり忘れたときまた使えるよ。あっちにあるわ、あっちに。明日でいいから出しといて。うん。うん、入れ物作ったから入れといた。そうだったね。よし、はい、ということで今日のミラティブはこの辺りで終了
しようかしらと思ったんですが、やっぱり終了しません。イベントですな。うん、次何しようかね。本当にするの？なんかする。今日はしないよ。あと1日だってこれ。もう明日で終わっちゃうわ。これとこれ。迎春キャンペーン、お正月記念キャンペーン。何？この大冒険もだ。2020おせちを探してキャンペーン。これは4つお話があるんですよ。これ何するだ？何すんの？何がドラクエだよ。いや、そうじゃなくて、どういうこと？どっか行くんでしょう。地図にさ、目的地作ってどっか行くんじゃないかな。そういうこと。これがあと16時間で終わる。けど今日はやんないです。これは毎週明日の朝とか起きるしたらまだ間に合うけど、このメタルダンジョンは土日にしかしない。今日は日曜日です。そういうこと。じゃあなんでやってんの？何がメタルやつやってないよ。え、さっき16時間でやってたじゃん。ああ、あれはたまたま普通に1匹出てきたの。うん、全然やめないじゃん。これでやめる。これでやめてですね、ラジオトークを撮っていきたいと思いますよ。ラジオトークは俺のポケモン日記のシャープ3。ここでやるだ。うん、下に降りてやります。あなたは寝てください。パソコン？スマホです。なら、ここでやりなよ。 BGM が入りません。どういうこと？パソコン使うんだ。パソコン使うんです。ちょっと見ちゃう。あなたは寝てください。さあ、ラストイエスイエス。くちくちやめてください。さ、最後に、こいつらの装備を、あ、このマゴットさんの装備、はい、これをスクショにして、はい、これで終了。本日は終了したいと思います。スクショプラン、ありがとうございました。バイバイって。バイバイ。